ちゃん助けて、サンタさんが突然来てママをバットで殴ったの。どういうこと？血がいっぱい出てる、このままじゃママが、どうしよう。落ち着いて、詳しく知りたいからおばあちゃんの質問に答えてくれる？わかった。まず、ママの意識はある？ない。息はしてる？心臓もちゃんと動いてるよ。あ、よかった。救急車呼ぶからね。これできっと大丈夫よ。ありがとう。次に、サンタさんに殴られたってどういうことか教えてくれる？ママと家にいたら突然バットを持ったサンタさんが入ってきたの。サンタさんが誰かはわからない？え、サンタさんはサンタさんでしょ？ああ、そうよね。ごめん。それでママを殴って出て行ったの？そうだよ。どこを殴ったかわかる？頭、すごい音だった。それでママが倒れて動かなくなって血がいっぱい流れてきたの。7歳の子の目の前でそんなひどいことを。本当に怖かった。ゆきちゃんは何もされてない？うん、大丈夫。よかったわ。でももしかしたら私のせいかも。え？実はこの前うっかりおねしょしちゃったの。それでサンタさんが怒ってママをたたえたのかな。そんなわけないでしょう。聞いたことあるの？悪い子にはブラックサンタが来るんでしょ？きっと私のせいで来ちゃったんだ。それでママが。おばあちゃんはゆきちゃんが悪い子だなんて思えないわ。一緒にお散歩するときも私が転ばないようにいつも手を握ってくれるでしょ？そんなの当たり前だよ。それにママから聞いたよ。この前いじめられっ子を守ったそうじゃない。だってかわいそうだったから。それってすごいことよ。そんなユキちゃんが悪い子なわけないわ。そうなのかな。そういえばパパはどうしたの？お仕事だよ。遠いところでしてるからもうずっと会ってない。今日はクリスマスなのにお休みじゃないのね。忙しいんだって。おばあちゃんに LINE する前にパパにもしたんだけど返事来ない。そうだったの？じゃあ救急車が来たらそれに乗ってくれる？おばあちゃんも病院に向かうから。うん、ママ大丈夫だよね？きっと助かるわ。ゆきちゃんを置いて行ったりしない。ありがとうおばあちゃん。あ、救急車来たよ。じゃあ後で会いましょう。数時間後。お母さん、ありがとうございます。ああ、いいのよ。すぐに目が覚めてよかったわ。ゆきちゃんなら私が面倒を見るから安心して休んでね。何から何まですみません。本当に災難だったわね。ええ、サンタ服を着た人が入ってきたと思ったら突然目の前が真っ暗になって。犯人はわからないの？はい、今警察の方に捜査してもらってますが今のところは何も。このままじゃもし怪我が治ったとしても安心して暮らせないわね。金目のものは盗まれてないし、私に恨みを持ってる人かもしれません。心当たりは？それが全く。沙織さんは人に恨まれるような性格じゃないものね。誰にでも優しい人だから。ありがとうございます。ああ、そういえば照吉とは連絡ついた？いえ、夫は残業が多いのでもしかしたらまだ仕事中なのかもしれませんね。単身赴任中だとは聞いていたけど、クリスマスにも帰ってこれないなんて。しかもこんなことが起こってるというのに。会社に連絡してみたら？いえ、私の怪我も出血の割に大したことないですし、心配かけたくないので。あの子、沙織さんが殴られたなんて聞いたらめちゃくちゃ怒るでしょうね。かもしれません。多分仕事を放り出してきちゃうと思うので余計に言えなくて。沙織さんのこと大好きだもんね。去年なんて私の目の前でキスしようとしてたでしょう。ああ、ありましたね。時と場所を考えない人なので。でも夫婦仲がいいのはいいことよ。はい、いい夫がモテて幸せです。話は変わりますが、ユキの様子は変じゃないですか？別に普通だと思うけど、どうしたの？いや、ちょっと気になることがあって。何？事件の犯人の目撃者は私とユキだけだから
何か気づいたことがなかったか聞いたんです。そしたらずっと唇噛んで、わからないって言ってて。それがどうしたの？あの子、昔から何かを隠すときに唇を噛む癖があるんです。ユキちゃんが犯人について何か隠してるってこと？わかりません。でも、もしかして何か見たのかなって。目の前でママが殴られたわけだし、その話をしたくないだけかもしれないわよ。確かにその可能性もあります。だけど何か引っかかってて。なるほど。でも7歳の子に無理に聞き出すわけにもいかないし。ですよね。それに今はユキちゃんには事件の話はしない方がいいと思うわ。お母さんの言う通りです。すみません。犯人が早く知りたいのは当然よ。心配しなくても警察がちゃんと見つけてくれるわ。わかりました。じゃあ私が入院してる間、ユキのことをお願いします。任せて。孫と一緒にいられるなんてむしろありがたいわ。次の日。おばあちゃん。どうしたの？学校は終わった？うん。早く帰ってらっしゃい。ユキちゃんの好きなおみかん用意してるわよ。あのね、LINE で話したいことがあるの。何？ママを叩いたの。ブラックサンタなんかじゃない。え？私見ちゃったの。サンタさんの手首に火傷の跡があるの。それってパパのと同じだった。嘘でしょ？パパがママを叩いたなんて信じたくなくて言えなかった。ごめんなさい。ユキちゃん、ブラックサンタが犯人ってことにしておけば今まで通り家族で暮らせると思って。どうして教えてくれる気になったの？パパとまだ連絡取れないんだよね。うん。きっと逃げてるんだと思う。悪いことしたらちゃんと怒られないとダメだって思ったの。ありがとう。ユキちゃんは強い子ね。そんなことないよ。パパちゃんと反省するかな？おばあちゃんがパパをうんと怒るから大丈夫よ。よかった。そしたらまたみんなで暮らせるよね。あ、うん。数日後。照義。え、誰？スマホを変えたら返事をくれたということは、やっぱり私のことブロックしてたのね。まさか母さん？そうよ。どうして？それはこっちのセリフ。なんで今まで私たちの連絡を無視してたの？ごめん、仕事が忙すぎてさ。通知が来たら気が散るからブロックさせてもらってたんだ。仕事なんてやめてるじゃない。え？職場に電話して聞いたのよ。すぐに分かるような嘘ついてどうすんの。なんで電話なんか。ねえ、正直に言って。なんだよ。沙織さんを殴ったのはあんたでしょ。そんなわけないだろ。どうして言い切れるの？動機がない。俺は沙織を愛してるんだ。違うわよね。愛してるのは浮気相手でしょ。何言ってる。あなたがどうしてそんなことをしたのか知りたくて探偵さんに頼んだの。相変わらず人前でもキスをしてるみたいね。おかげですぐに分かったわ。嘘だろ。証拠も全部揃ってるわよ。はぐらかそうったって無駄だからね。実は赴任先で彼女ができたんだ。そう？それで沙織さんを。それだけは違う。他に女ができたからって妻に暴行なんてしない。あんたの右手首の火傷跡、それは私のせいだったわね。いきなりなんだよ。うっかりお鍋に火をかけたままトイレに行ってしまった。その時に5歳のあんたがお鍋に触っちゃったのよね。傷跡が消えないって聞いて本当にあの時は後悔した。だから何の話だ。今は関係ないだろ。まさかその傷跡のおかげであんたが犯人だってわかるなんてね。皮肉なものね。え？実はユキちゃんは見てたの。サンタ服から見えたあんたの右手首の傷跡を。そんなバカな。一瞬だったけど確かにパパと同じだって言ってた。まさかそれだけで俺が犯人だって言うつもりか。手首に
火傷跡があるやつなんていくらでもいるだろ。それだけじゃないわよ。あんたが乗ってた車を目撃した人がいたの。なんだと。レンタカー借りてたみたいね。ナンバーを覚えてくれてたから、お店に電話してあんただって判明したわ。そんなはずは、人目につかないところに止めたはずなのに。もう抵抗しても無駄だってわかるよね。ごめん、母さん。やっぱり。まさかそこまでバレてるなんて思わなかった。まあ、車の話は嘘だけど。は？犯行に及ぶならバレないようにレンタカー借りるだろうと思って行ってみたの。当たってよかったわ。なんでそんな嘘？やけど跡だけじゃあんただってわからなかったからね。でもむしろ違うことを信じてたわ。連絡が取れないのだって、ただ浮気が気まずいからだって思ってた。本当に残念よ。息子を罠にはめたのか、クソババア。あんたに私を責める権利ないから。だがそれには理由があるんだ。何よ。俺は彼女と幸せになりたい。浮気のために犯罪を犯すなんて許されるわけないでしょ。自分勝手にも程があるわ。聞けよ。だがそれには沙織が邪魔なんだ。あいつがいる限り俺と彼女は結ばれることはない。まるでロミオとジュリエットさ。気持ち悪。ちゃんと浮気の罪を償って離婚すればいいでしょ。浮気だって思われたくなかった。はあ？そのまま離婚したら俺が浮気者だってレッテルを貼られるだろ。でも俺と彼女は純愛なんだ。そんなの耐えられない。息子の情けない姿を見せられてる私の方が耐えられないわよ。嫁さえ消し去れば彼女との間にある障害は消えるだろ。だから葬るつもりだった。最低ね。あんなに仲が良かったのに。前までは確かに沙織を愛してたからな。だけど本当の愛を見つけたんだ。ただの心変わりを大層な言い方するんじゃないわよ。確かに致命傷を与えた手応えはあったのに、まさか生きてるなんて。これじゃ何のために。ゆきちゃんが私に連絡をくれてよかったわ。もしあのまま放置してたら最悪の事態だったかも。ゆきのせいなんだな。子供だから何もできないと思って手を出さないでいたのに邪魔しやがって。あの子はあんたが思ってるよりも優秀なのよ。よく考えたら沙織があの世へ行ったとしても子供を引き取る羽目になる。まとめてやっとくんだった。いい加減にしなさい。目の前で殴られて血を大量に流して倒れてる母親の姿を見たゆきちゃんの気持ちを考えられないわけ？ガキの気持ちなんてわかんねえよ。ゆきちゃんはね、あんたが犯人だとわかってもなお父親であるあんたを信じてるの。意味わからん。ちゃんと反省してくれてまた元の家族に戻れることを夢見てるのよ。なんもわからんガキの妄想じゃねえか。あんたは父親としても夫としてもクズよ。構わん。彼女にとって最高の彼氏であるならそれでいい。色ぼけ猿が。うるせえ。正直ここまでクズだと思わなかったわ。ちゃんと反省できる子だと思ってたのに。いつまでもガキ扱いすんな。あんたの脳みそは子供以下よ。牢屋でせいぜい後悔しなさい。誰が捕まるかバーカ。は？こっちとら万が一バレることも想定済みだっつの。もうとっくに逃げてます。沖縄でしょ。え？なんで？実は探偵さんに彼女の連絡先を教えてもらって昨日電話で話をしたの。いつの間に？あんたがお風呂で鼻歌歌ってる時よ。あの時か。友達と話してるのかと思ってた。そういえば昨日はなぜか夜拒まれたな。浮気相手はあんたが既婚者だって知らなかったのね。お詫びにあんたの情報を全部教えてくれるって言ってくれたの。え？嘘。そういえば彼女がトイレに行ってから戻ってこない。あんたに何されるかわからないから逃げるように指示出したわ。ふざけんな。彼女が俺を裏切るもんか。人を裏切っといて自分は裏切られないとでも？すごいよすぎでしょ。もうすぐ警察がそっちに着くわ。
やめてくれ。もう逃げられないわよ。分かった、反省した。だから逮捕だけは勘弁してくれ。ちょっと頭がおかしくなってただけだ。自分の状況を理解した途端これね。本当にあんたみたいなゴミが息子で恥ずかしい。母さん、俺を助けてくれ。絶対嫌。ああ、言うのを忘れてたけど、メリークリスマス。これがブラックサンタからのクリスマスプレゼントよ。いやだ、いい子になるから許して。後日談。照吉は沖縄で海に負けないほど真っ青な顔をして立ちすくんでいるところを逮捕、殺人未遂で懲役10年の判決となりました。私が紹介した弁護士の力で沙織さんと照吉の離婚が成立。もちろん親権は沙織さんに。照吉には浮気と暴力に対する慰謝料800万を請求。足りない分は私が立て替えて払っておきました。出所後に必ず回収します。ゆきちゃんはかなりショックを受け、しばらくは元気がありませんでした。だけど周りのサポートもあり、少しずつ明るさを取り戻しています。私は沙織さんと同居を始めました。息子と離婚したのにもかかわらず足腰が弱くなってきている私への配慮なのだと思います。本当に優しい人ですよね。その分動けるうちは沙織さんのサポートをし、二人の笑顔を守っていこうと思います。